はい、どうも、シャチクです。今日はですね、ちょっと時間があるので雑談系の動画でも久しぶりに撮っていければなと思います。いやー、ここ最近ね、島訪問動画であったりとか、あとはまあしょうもないね、検証系の動画ばっかり上げてたんで、雑談系の動画ってあんまり上げてないと思うんですよ。だからまあ今日はね、少しいろいろ話をしていきたいと思います。で、内容なんですけど、基本的にはまあアップデートの内容についてですね、ここについて話をしていきたいと思っているんですが、まずはイースターがこの間終わりましたと。ようやくあの卵の地獄から抜け出すことができました。いやー、ストレスフリーになりましたね。だってさ、一時期ひどかったよ。魚釣っても卵だし、石叩いても卵、しかもさ、空も飛んでますからね、卵、どういうことやねんっていう。まあまあまあ、そういった形でイースターが終わったわけなんですが、4月の下旬には今のところあれですね、名前なんだっけ、あ、そうそう、レイジのイベントが控えてますよね。ただ今のところ具体的なイベントの内容についてはまだ明らかになってないんですが、ただ日も近づいてきてるので、そろそろね、明らかになるんじゃないかなと思ってます。で、問題はですね、5月以降のアップデートについてです。ここについてね、少し、まあ、僕のね、個人的な見解をね、話していこうと思っております。で、まずですね、5月のアップデートの内容なんですが、多分わからないけどね、施設系が来るんじゃないかなと思ってます。もちろんね、イベントもあると思うんですが、それとは別に施設が追加されるんじゃないかなと。で、これがね、なんでかというと、みんなそろそろ飽きてきたんじゃない。いや、率直にね、そう思ったんですよ。まあタイムトラベルしてるしてないにかかわらず、そろそろちょっとね、刺激が欲しい頃じゃないかなと思っていて、で、5月って発売からまあ約、まあ、1ヶ月半から、まあ、2ヶ月ぐらい経つわけですよね。だからそろそろね、起爆剤としてはいいんじゃないかなと。仮に施設が追加されるとしても、5月になって速攻追加されるわけじゃないし、まあ5月の下旬とかになるんじゃないの。それだとまあ2ヶ月ぐらいだし妥当ですよね。ただ逆に言うと、このタイミングで追加してこなかったら結構厳しいんじゃないかなと思ってます。で、これがね、またまたなんでかというと、施設ってもちろんね、複数あるんですよ。まあ飛び物の時を思い出してほしいんですけど、たくさんあったじゃないですか。まあ例えば占いの館であったりとか、夢見の館であったりとか、まあ本当にね、いろいろあったと思うんですが、本当にね、これに関しては上げたらキリがないんですけど、そういった施設たちが仮にあつ森で追加されるとなると、一気に追加されるっていうことは考えがたいですよね。普通に考えたら、まあ順番に来るんじゃないかなと思っていて、で、2ヶ月目のこのタイミングで来なかったら、もしかすると施設の追加自体もないんじゃねって思っちゃうわけよ。そもそもさ、ユーザー側が結構ね、落ち着いてきた頃だと思うんですよ。そこで入れないとなると、ユーザー離れも起こるから、まあ何かしら入れた方がいいんじゃないかなと。おそらく夢見の館とかは仮に存在するとしたら最後になると思いますけどね。まずはまあハッケミーとか、なんかそこら辺じゃないの、無難に。まあカットリーヌちゃん、ちょっとどうなるか分かんないけどさ、まあそこら辺だと予想してますね。あとはもしかすると、施設とかの追加はないけど、常吉とかが行商として定期的に島に来てくれるようになるとか、そういったことになるかもしれませんね。もしかするとそれがハッケミーかもしれませんし、まあ、定期的に占いに来てくれるみたいな。まあ飛び物の時は最初そうでしたからね。まあ正直そこに関しては予想ベースでしかないからわからないですけどね。まあかもしれないの話だからさ、かもしれないの話だったりとか、何々だったらいいなとか、妄想の世界ですよね。まあまあまあ、そういった話なので、そこまでね、真に受けずに、まあそうかもしれませんね程度に聞いておいてもらえたらいいのかなと思いますね。次に5月のイベントについて話をしていきたいと思います。で、5月といえば真っ先に思い浮かぶのが、5月5日の子供の日なんですよ。これが果たして存在するのかどうかっていうところなんですが、まあ過去のどうもりシリーズとかを、まあ、思い浮かべると多分あると思うんですよね。まあこれが果たして無料アップデートで追加されるのかどうかわからないんですけど、まあどういった感じになるんかな。
もしかすると5月5日に子どもの日は存在するけど無料アップデートで追加されずに既存で、まあ、そういったミニイベントみたいな感じで開催されてるかもしれませんね。正直ね、そこに関してはタイムトラベルして確かめてないからわからないんですけど、まあまあ少なくとも子どもの日は何らかの形で存続するんじゃないかなと思ってます。ただ子どもの日ってさ、無料アップデートで追加するほどのものなのかっていうのもあるし、そもそもそれイベントってなりますよね。まあ、イベントというより記念日っていう感じがするからな。あとはですね、母の日も一応5月にありますよね。ただこれに関してはイベントって感じがしないんだよね。まあ、もしかすると何かしらで大規模なイベントが行われる可能性があるかもしれませんが、無料アップデートで追加されるとあんま考えがたいんだよね。そもそも母の日をイベント化するのって現実的に難しいですよね。だからないんじゃないかなと思ってます。まだ子供の日の方が可能性としてはありそうですよね。そういった経緯からおそらくなんですが、今までどうもりシリーズで出てきた固定キャラクターたちいると思うんですけど、そういったキャラクターたちの独自のイベントとかが行われるんじゃないかなと思ってます。それこそ4月の下旬に予定されている0時のイベントみたいな感じになるんじゃないかなと。多分それがね、一番妥当じゃないかなと思います。まあ、正直ね、わかんねえからな。もしかすると5月にアップデートない可能性もありますからね。まあさすがにないか、それは。まあ期待しときましょうか。そこに関してはもう期待するしかないですからね。任天堂様よろしくお願いしますと。話と脱線するかもしれませんが、もしかするとまあ施設とかイベントとかじゃなくて、たぬき商店のアップデートとかもあるかもしれませんね。まあそれはどうなんだろうな、本当にわかんないけど。まあ本当にこれに関してはあるかもしれないね程度に思っておいてください。はい、ということで、話がねかなり長くなってしまって、もう何分ぐらい話してんだろう。多分7、8分ぐらい話してんじゃないかな。まあそういったところでちょっとね、住民の会話を読み上げていきたいと思います。今更ながらね。ところで君、学生ニートくんの夢がなんだか知ってる？あ、ちなみに学生ニートくんっていうのは僕のサブキャラですね。はい、でこれに関しましてはどうしようかな。何これ、学生ニートくんの夢ってどういうこと？そもそも社畜くんも知らないんだ。いや知るわけねえじゃねえか。そもそも同一人物だからな。ちなみになんで学生ニートっていう名前になったのか、そういったくだりについては過去の動画で多分わかると思うので、そちらの方見てください。で、何々、なんとなくミュージシャンとか似合いそうな気がするんだけど、意味がわからなさすぎでしょ。どういう発想でミュージシャンになったの？俺別に音楽好きとか一度も言ったことないんだけどね。僕の勘が当たってるかどうか今度彼女に聞いてみて。聞くも何も自分が操作してるからな、何とも言えないところなんだけどね。あつ森のキャラクターってなかなか個性的ですよね。あいてことでフランクと引き続き話をしていきたいと思います。社畜くん、その格好素敵だね。どこかにお出かけかな？え、そうか、素敵では多分ないと思うよ。特に頭にかぶってるやつとかクソダサくないか？あんまりかぶりたくないんだけど、ただネタのためにかぶってるだけなんだよね。まあこっちの方がいいかなみたいな。まあフランクがこの卵欲しいよーって言うならあげるけど。何、そうだ、よかったらレインブーツを君にプレゼントするよ。今日の社畜くんのファッションと合わせればいいアクセントになると思う。どういうこと？え、今日のファッションとレインブーツ合うか？多分合わないと思うよ。まあとりあえずね、騙されたと思って、レインブーツをね履いてみたいと思います。だけどさ、卵の殻にホットドッグの服、そしてレインブーツって、これさ完全に変態ファッションだけど大丈夫か？少なくとも俺は大丈夫とは思えないんだよね。なのでちょっとね、レインブーツを外して、でこのレインブーツをね、大変申し訳ないんですがフランク君に返したいと思います。果たしてどういう反応するのか分かりませんが、さあもらったものを速攻返していくと。なるほど、レインブーツか。おお、君がくれたやつだよ、ありがとう。ただ気持ちだけ受け取っとくよ。ありがとう社畜くん。そんなになんか喜ばれても困るけどね。逆に別に俺得もしてないし損もしてないから、君からのプレゼントとても嬉しいよ、大切にするね。いや多分それ
自分からのプレゼントじゃなくて君のプレゼントだと思うよ。自分に対してプレゼントあげたようなもんだから。まあいいや、フランクが納得してくれてるならいいでしょう。はい、ということで本日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひこの機会にチャンネル登録をしてこれからも来ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。